不良ウイルスか。人を狂気の殺人者に変えてしまうというふざけたウイルス。そんなものが本当に残っていたとはね。
ルスに感染しているから、だから黒へ殺そうとしているだけ。私はウイルス。こいつは何を言ってるの。これで自己暗示だ。鍵か。
扉に鍵？この扉を開けということなのか。
りして！大丈夫？ああ、お前どうしてここにいる？出てきたのか？私はもう大丈夫だと。大丈夫だと分かった。ええ、そうよクロエ。聞いて、あの部屋にあった端末から不良ウイルスの正体が分かったの。あれはナノマシン感染するコンピューターウイルスだ。医療用スキャナでスキャンするたびにデータを移動させていたのよ。分かっている。そこまでは私にも見当がついていた。それより、イトカをどうした？あの女の中に不良ウイルスがいたんだ。襲われかけた。え？もちろん、とっさにスキャンしたから、今ウイルスはスキャナーの中だろうがな。なら向こうにいるけれど、彼女さっきまでなんだか取り乱していて、でもあなたが倒れたことを怖がっていたんだと思ったわ。でもこの子があなたを襲ったですって。ウイルスのせいだろう。どちらにしても、イトカがあの様子なのならば、ウイルスは間違いなくこの中にある。このスキャナは、早急に破壊しておくのが良さそうだ。そう。そうね。これで終わりだな。これでウイルスの転移の心配はなくなったわね。ああ、だがまだ安心じゃない。何しろコンピューターウイルスだからな。悪質な仕掛けがされている可能性も考えておいた方がいい。悪質な仕掛けって？怒りの衝動という分かりやすい症状を次々と転移させることで、一見ウイルスは移動しているように見えるが、一度感染者のナノマシンのプログラムを書き換えていることには変わりない。感染者にはまだ何かウイルスプログラムが潜伏しているかもしれない。そんな。それにそもそもこれはどこから感染した？お前が最初の感染者と見えたが、何か心当たりはあるか？いえ、ないわ。それにスキャナで異常が出なかったイトカが発症した。別のルートの感染もあるかもしれない。でもイトカは
もしかしたら発症していないだけで潜伏はしているかもしれないってことも。全員に感染の疑いがあるというわけね。じゃあどうしたら。ねえクロエ、絵はあるわ。なんだ。さっきあなたが気を失っていた時のことなんだけど、イトカと特殊治療室を見つけたの。特殊治療室。ええ、あそこなら確実に全員一度にナノマシーンのリセットもできるわ。ナノマシーンのリセット。コールドスリープ療法。その部屋、コールドスリープ機が何台もあって、スリープキッタと。さっきの夢、ただの夢ではなかったのか。始めるか。ええ、タイマーは3時間後にセットして。あまり長くは入っていたくないけれど、ナノマシーンのリセットにはそれぐらいの時間が必要よ。私より先に目覚めている。どうしたの？いとか、あの女、実はクセ者かもしれない。